はい、で介護班、介護支援になります。私たちはちょっと介護に関わってる人たちがいないっていう状態だったので、何をどれくらいどのくらい必要かっていうのがちょっとわからない状態からのスタートでした。なので情報を集めてそこからのスタートになりましたので、かなり初動が遅れて、でだんだんこうもしかしたらこれやったらいいんじゃないのとか、そういうのが分かるっていう頃にはだいぶ時間が経ってる状態でした。でまずは私たちは一番最初にお互いを知るということで、タイムラインにもありましたけれども自己紹介、その後ちょっとお時間があったので自分たちなりのルールを決めました。例えばなんですけれども、難しい言葉は使わない、これは誰が聞いても分かるような言葉ですね。要はカタカナ、英語、そういった感じのものは使わないということと、あと自分の体力と勝負しない、もう疲れたら本当疲れたということで、あとそうですね、情報の共有化とストレスの解消方法を自分なりに見つけるということ、そして、はい、最新の情報を常に意識するということと、あと介護系なのでやはり医療班との連携は必要かと思いましたので、そちらとは本当に情報を共有していこうということを決めてました。で私はリーダーをやったんですけど、やはり介護経験がないので、介護経験のあるのかな、ちょっと知ってる鈴木さんを副リーダーにして、万が一私に何かあった時には鈴木さんがこう権限を持ってやっていただくような形を決めていただきました。それと、連絡係と記録係ですね。で4人しかいなかったので、それぞれ足りないところはお互い4人でやっていこうっていうことを決めております。またこちらの表には連絡、各連絡先、いろんな特養とか老人ホームの電話番号を常に把握するように記入してあります。また先生からもいただきました連絡先は貼って誰でも共有できるようにしてあります。でライフラインをこう尋ねたんですけれども、まだ返答はいただいたんです。ライフライン、はい、まだ情報がまだ来てないので、本当にこうひねってちゃんとできるのかどうかっていうのがわからない状態なので、そのまま進めさせていただいて、もうガスとか水道とかは使えないという状況設定のもとやっております。また医療班なんて言うんでしょう、こう書いてて分かったことがあったんですけれども、私たちの班もそうなんですが、何時にというそういうちょっと細かいんですけれども、そういうのが抜けてました。もっとどこで誰が何をどうしたどうする、そういったことが書いてあれば、もうちょっと情報の共有化も上手に進めていけたんじゃないのかなという感想です。何かありますか？介護に携わったことがない3人だったので、どこまで手を差し伸べてさあげればその方が快適なのかっていう想像力がものすごく必要な作業でした。はい、でもなんか、うん、いい経験でした。はい、ありがとうございます。やはり最後なんですけれども、情報の伝達の共有化と私たちの班内での情報の共有化、これはすごい大事だなと思います。これが以上になります。はい、どうもありがとうございます。